まあ、予選順位でいきますと43位以降の選手となっております。228分43、あたりですね。非常に良い成績の選手が揃っております。決勝 D メイン横井選手が揃っております。さあ4分間のレース、第1コーナー第2コーナー十分注意して、発するようにお願いいたします。それでは FF グランプリ決勝 D メインスタートです。ドライバーオンザトーン。さあ決勝 D メイン、順当にターンナンバー1番佐野選手が抜け出しますね。そして2番手にはドンガミ北井選手、3番手には小田原ウィズ池田選手が中展開。1番4番5番6番3番までがトップ5、10番11番9番12番14番16番8番2番15番7番13番9展開です。さあトップはホワイトのカラーリング、ゴルフターンナンバー1番の佐野選手。さあ、アイスの純正からのボディ、カーナンバー1番の佐野選手の現状トップ。そして2番手にはドンガミ北井選手が数展開、1.2 秒差。3番手には小田原ベリーで平野選手がその後ろ、コンマ6秒差に続きます。さあ、時間は早くも1分が経過です。どうぞ。それでは決勝 C メインお呼び出しいたします。1番渡辺選手、2番久保井選手、3番大原選手、4番高山選手、5番南選手、6番萩原選手、7番幸太選手、8番犬塚選手、9番前田選手、10番近井選手、11番相原選手、12番中尾選手、13番山下選手、14番武志賀選手、15番杉村選手、16番柴崎選手お越しください。また B メインの方、車高チェック、バッテリーチェックにお越しください。さあ、レースタイム1分45秒経過。最前トップ変わらず、ジェット佐野選手、カウンター1番のバックプレートを通過。そして2番手にはドンガミ北井選手、転倒。さあ、転倒しました。その間に小田原ビーチ、平野純選手が2番手浮上。ホワイトのカラーリング CRG。さあ、トップは変わらず佐野選手、カウンター1番、そして5番平野選手が 1.4 秒差。3番手に4番北井選手、そしてスタッフ、クレア選手、現在4番手を走行。さあ、佐野選手、周回すると絡んでしまい、さあ、その間にカーナンバー5番、平野純選手がトップを出して、カーナンバー5番、ホワイトのカラーリング、ブラックのボンネット。さあ、レッドのラインが入ってますし、カーナンバー5番、さあ、平野選手がトップ、そして2番手にはカーナンバー1番の佐野選手がその後ろ、コンマ3秒差で続く。さあ、トップ争いは今、バックスレート、5番、1番、そして4番がトップ3、そしてその後ろ、6番を出していきます。おっと、佐野選手。さあ、見つかったか、さあ、その間に、北井選手が2番手に浮上、5番、4番、1番、6番、9番がトップ5。さあ、時間まもなく2分50秒。さあ、トップからず、小田原ビーチ、平野純選手、ホワイトのサガリング、そしてドンカメ、北井選手がその後ろ、ホワイト、ブルー、オレンジのリング。さあ、2番手に続く、ガーナンバー4番。さあ、5番、4番がトップ争い、今コントロールラインを通過、そしてその後ろ、1台挟んで、さあ、1つ、久保井選手が3番手に上がってくる。ホワイト、ピンクのカラーリング、さあ、ひっくり返しました、クライ選手。さあ、なんとか戻った。さあ、これで楽な展開しました。カーナンバー5番、平野選手、2番手にカーナンバー1番、佐野選手が続く、1.7 秒差。さあ、時間まもなく3分30秒。さあ、平野選手は最終コーナー、コントロールラインを通過、そして2番手、佐野選手今通過、1.1 秒差。さあ、少し近づいてきた。さあ、グリーンのマシンは周回遅れとなります。気をつけてください。ありがとう。3分45秒経過。さあ、もう2周経過。さあ、5番1番が突破争い。さあ、突破して平野選手、そして2番に佐野選手が続く。さあ、5番1番最終コーナー立ち上がってコントロールラインを通過。さあ、これでファイナルアップ、時間はここで4分が経過。さあ、トップ平野選手バックスレート、そして3連のコマラインが入ってくる。さあ、ホワイトの代わりに平野選手、決勝 D メイン優勝を奪う。そして D 賞、ジェット佐野選手、第3位は高山選手が入っております。さあ、オダールビーズ平野純選手、決勝 D メイン優勝を奪う。ギリだったね、平野さん。